霧降り高原道路から望む、女宝山栃木県道169号、栗山日光線は、栃木県日光市栗山地区から、日光地区に至る、一般県道である。霧降り高原を南北に縦断する道は、霧降り高原道路とも呼ばれ、路線の一部 16.26km は、かつては栃木県道路公社が管理する、霧降り高原有料道路という有料道路として、 共用されていたが、2006年9月26日から、無料開放された。日光市栗山地区と日光市日光地区市街を結ぶ、生活道路として、また、観光道路として建設された。霧降り高原道路の区間は、複合カーブが連続する、山岳ワインディングロードで、元は、観光有料道路だったためルートは爽快に走れる、ことから、ツーリングに訪れるライダーも多い。 霧降り高原有料道路は日光市の栃木県道245号栗山今市線交点から山六に至るかつての有料道路である。1976年9月26日に共用を開始して栃木県道路公社が管理していたが2006年9月25日をもって30年の召喚期間が終了し、同年9月26日より無料開放された。 有料道路時代の通行料金日光連山にある、女宝山の東斜面の高原地帯である、霧降り高原の中を走る観光道路で、高原のお根ずたいに、ワイディングロードが走る。高原町部あたりにある、木菅平は、6月中旬から7月上旬頃に、高山植物の日光木菅の花が咲き乱れる、観光名所で知られる。また春の新緑や、 秋の紅葉の名所として知られる道路でもある。六方沢橋から北部には大座牧場があり、沿道には牧草地や白樺の林が広がる。ありがとうございます。